Oke guys, kembali lagi bersama Wan Kowe di channel Kowe Males ya. Malam ini kita melanjutkan lagi game Ghost of Tsushima. Dan malam ini adalah part ke-11. Kalian bisa cek part-part lainnya ya di channel saya. Dan jangan lupa terus dukung Wan Kowe ya di channel Kowe Males. Dan jangan lupa videonya ditonton. Dan langsung saja ini ya.志村様のゲージで橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。Ya, kita akan menyerbu Kastil Semura ya, sendiri ya, dan meracuni makanan para Mongol, minuman terutama. Hisoi de Torikabuto wa atsumeta. Tarisou.これで何とかしよう。やぐらに行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば、櫓から敵陣を探りたい。Ya, perskill kita ya buat malam hari ini.Bildim sana kadar.
Hati-hati. Negi yang hancur dah. Çoğal çimetli şu. Çin harbu! あの道、守りが薄く潜める場所も多い。 杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で、火薬もある。 迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば、庭を抜けた方がよいな。 酒に毒を入れる。 나 있으면 한 번 구해 술집이네 일단 지금 한 번
そこにある。あとは毒を入れるのみ。首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンについたのは
探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。お前ほどの友はいなかった。くだれ。そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。いや、kita harus melawan Ryuze ya. Teman terlama kita. なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。危険。ドクター、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたの。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。全てはあの下人めの企てであろう。叔父上、九郎殿の名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は九郎殿だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。ジン、鷹のためだ。行け。
ならなし。何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのか。ここから出られるわけないでしょう。ぐずぐずしてたらお仲間に飲み干されたりしてよ。そういえば島に着いてから水しか飲んでた。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを。おじゅう、雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。この身の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたからわしも逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでいらっしゃいます。およびしかっとせいかお話しくださいの匂いがしなくなった。クロード様で農家は行った。そんなは向こうの山ではないか。この仕方の村人じゃない。Tetangga basah ya artinya dalam bahasa Indonesia. Please do not be late, Mas. Oh, you should not be late.馬上だ、逃がすな。
scene yang sangat menyedihkan ya. Kita harus kehilangan Kage di sini. Cinta. Cinta.
Mucoso, per tardi! Iya, kita muter arah.金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。Jogaku Prefecture, Provinsi Jogaku ya. Yuna と話そう。いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の鬼、追っ手の矢を受けて影は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を教族として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければハーンに逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば
志村様は許してくれるかな。幼い頃からおじ上は父であり師であり世のすべてだった。嘆かせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪。糸と呼ばれようとも、上学寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。全て助けたね。寺は心に守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならばさっき呪し術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。火薬の足りがあるぞ。使わせてもらおう。待っておれ。のろしをあげる。
で気を引ける。では戻るか。あいつら氷の上に来た。始末する。登れば裏に回れるね。行くよ。
片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のことは気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。こっちだ。手に入りにくいものが揃ってますよ。では、どうかご自愛ください。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか？違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな？ああ、抜かるでないぞ。あんたも。Terlalu jauh ya. Nanika goiriyo desho ka? Ore mo jiyo nai de shindeta. Tachi o kitae masu ka? Sakai sama, juubun na sozai o omochi kudasai. Sui niyoi datta yo. Otanomi o kiite kudasai.刃を交えるのは聖者だけではない。この世に縛られた哀れな亡者も相手にせねばならない。
良い弓に勝る武器はございません。弓の手入れをいたしましょう。長尾忠頼様も羨む弓です。天下無双の弓ですよ。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、またお越しくださいませ。どうぞ見ていってくださいよ。恐れながら数が足りませんね。あなたのご武運も願ってますよ。よし、subscribe, dan kita akan lanjutkan lagi besok malam ya, dan mudah-mudahan kita bisa menamatkan game ini besok malam di part 12 mungkin. Dan jika memang masih belum, kita akan lanjutkan lagi sampai ke part ke-13. Dan selalu dukung Paman Koe ya di channel Koe Males, dan harus semangat tentunya. Dan saya Paman Koe, good night.